ハロー YouTube、スポーツ部活チャンネルの立ち順です。10月13日ですね、木曜日ですね。木曜日、おはようございます。東京はね、雨ですね。ちょっと肌寒、まあ結構、まあ人によっては寒いんでしょうけど、まあ僕はなんかちょうどいいぐらいですね。ちょっと冬物を捨てたりしました。冬物で夏物か。まあでももうちょっと断捨離しなきゃいけないなと思ってるんですけど、なかなか物をね捨てられないんですけど、今日はまあなんか保険証をなくすとかね、島民の虐殺とか、なんかいろいろ国民の理解とかね、なんかまあいろいろありますけど、高齢者についてね、ちょっとお話ししたいと思います。まあ僕の両親もまだね健在で、まあ本当健康でねやってほしいんですけど、まあ高齢者なんですけど、もう80近くかな。まあやっぱり僕なんか今東京離れて東京にいるので、実家名古屋なんですけど、まあ久々に会うとね相当年を取ってるみたいな、よくあるじゃないですか。まあ僕おじさんなんで、もうすでに。で、保険証の話からね、いろいろ思い出して、まあ、スマホ、僕の世代、だから、アラフィフぐらいくらいから、スマホはかなり使いこなせると思うんですよ。僕、だからその、ホリエモンさんとか藤田さんとか、IT 世代なので、ちょうど元年っていうかね、まあ、リテラシーがギリギリあるっていうか、僕らより下はもう当然あって、ガラケーが僕大学の時だったんですよね。うちの兄が大手キャリアに勤めてまして、うちの実家ね、携帯の代理店もなんか持ってた、やってたんですよ、うちの親が。だから携帯持ったのめちゃくちゃ早くて、大学でも僕みんな持ってなかったけど、僕が一番初めに持ってたぐらい早かったんですよね。まあすごいいい番号だったんですけど、なんとなく変えちゃったんですよね。後で兄に怒られたんですけど、なんか高く番号売れたぞ、なんかゾロ目っていうかね、並びの数字だったんですけど、すいません、ちょっと工事しててうるさいんですけどね。で、まあちょっとなんで、これ最近まあ電車とかで街で見たりとか、あと僕の近所はね、古い商店街とかもあったりして、高齢者の人もいるんですよ。まあ都会ですよ、結構都会なんですけど、場所はで、なんかちょっとお話しする、僕割とね、おじさん、おばさん、おじいちゃん、おばちゃんとね、話しかけられるんですよ。まあ、自分から、そんなに、意識してはないんですけど、まあ、僕、根がバカなんで、聞くんですよ。その、店の人に、これって美味しいんですかとか、まあ、書いてあっても、おすすめありますかとかも聞くし、まあ、それ居酒屋でも何でもレストランでもね、それはもう本当老若なのか、だから高齢者の人の方が喋りたがるので、例えばデパートのデパ地下とかでも、ちょっと年配のね、スーデパ、そういう売り子さんとかでもすごい喋るし、で、うちの近所のお惣菜屋さんがあって、まあ、もちろんちょっと場所とかあれは言えないんですけど、まあ、弁当も売ってたりして、結構人気なんですよ、並んでたりするぐらい、お昼は。オフィスも結構あるエリアなので、で、すげえ、たまに買ってたんですけど、初めてこの間ね、ちょっとお話しして、なんかまあ閉店間際だったんで、まあ昼過ぎぐらい閉めちゃうんですよね。で、おばあちゃんと娘さん、姑さんみたいなんですけど、やら、まあ、ちょっとそこ確定じゃないんですけど、で、なんか2人でやってて、で、昔からね、
主婦といってもまあ結構な投資の方で、でおばあちゃんはおばあちゃんなんですよ。で料理作ってお弁当作ったりなんかお惣菜作ったりして、まあ会社員とかが独身の人が買いに来る感じなんですけど、でなんかここ どうやって始められたんで暇だったんで、僕も美味しいも美味しいですねっつって、なんかこう料理とかずっとやられてた方なんですかみたいなこと言ったら、初めてだっつって、その前は違う店やって移転してきたと。なんか居抜きだったらしいんですけど、でなんか不思議なあのお店っていうかね、狭いんですけど、めちゃくちゃ狭いんですけど、あのあれですよ、ほとんどテイクアウトので、前は違うところでいい物件があったんでこっちに来て、で初めは全然客来なくて余っちゃってって、今はもう完売して店閉めるみたいな感じなんですよね。でなんか喋ってるとそのまあいい、ちょっとうるさいですね、すいません、あのコンクリート切ってる、あの本当うちの隣なんですよね。でなんかあのすごいいい関係なんですよね。嫁姑ってよくうちのあの身内も揉めてたりしてたんですけど、その商売やってるってすごいなって、まあ娘と母としてでも高齢者でね、あのおばあちゃんもいいとお年なんだけど、まあ料理好きでって、で2人ともし、でなんか奥さんはずっと普通に OL やっててバリキャリだったっぽいんですよ。で退職して退職金でお弁当屋さんとかお惣菜屋さんを始めたって、でおばあちゃんもなんか高齢なんで、おばあちゃんがなんか料理が好きだったから作ってもらって、で奥さんは料理別にそんな得意じゃなかったけど2人で始められたって、すげえいい話、これ大都会ですよ、僕めちゃめちゃ都会の場所なんですけど、あの超高級住宅街とかあったりで、なんかそのすごい狭い本当にとこですごい大人気なんですよ。でまあ飯めちゃくちゃうまいってわけじゃん、普通なんですよ、普通のご飯唐揚げだったり、すいませんめちゃめちゃうるさくて、でちょっと窓開けてる、でまあいい関係だなと思って、でねいつまでも働けるし、なかなかそういう人いないじゃないですか。でまあああいう関係がいいんだなと思ったんだけど、なかなかねそんな人いないので、今まで僕その知り合った女性でも母親と仲良く悪い娘とかもいたし、でなんかその一緒に働くってことって、よく和菓子屋を継いでねお嫁さんがいいとかも、まあでも嫁姑とかありますけどね、あれはなんでだろうと思ってね、ほんと不思議なんですよね。そのうちの実家の近所でも長女と奥さん仲が悪かったりとか、なんかね今揉んでてる宗教に入っちゃってとかね、まあ、もう感動するとかね、息子と母親が感動状態とか、まあなんかいろいろ揉めるんですね、親子でもね、でもとかやって親子なのか嫁姑もごめんなさい確認してないですけど、多分嫁姑関係なんだけど、2人でお弁当屋さんとはね商売やってて、でなんか多分安いのもあるんだけど、まあ味本当に美味しいって美味しいんだけど、まあ、普通って普通なんですよ。うちの近所結構大手のコンビニもいっぱいあるし、スーパーもあるし、弁当もまあそこそこうまいんですよ。で高級スーパーなあのお惣菜も屋さんもあるんで、駅前とかに本当にそうなんですよね、セレブじゃないですけど結構高いでバチカレベルので、あそこなんでもう売れてんのかなって、でやっぱりそのお店側のおばあちゃんとその娘、おばあちゃんと嫁姑か、あの2人でやってるとこがまた美味しく感じるような気がするんですよね、っていう話なんですよね。そのまあ接客業は特にだけど、その関係性に結構お客さんが美味しさを感じるというかね、で並んでるんですよ普通のサラリーマンが。でおばあちゃんとその娘っつってももうおばさんですよ、おばあちゃんっていうか結構年ですよ。
それになんていうかスパイスっていうじゃないですけど、その愛というかね、真心というかね、その日本人はそこがやっぱりすごい今求めてんじゃないかなと思って、で僕もそこ行って、そんな冗談じゃないですよ全然、その毎日あそこの弁当買ってるサラリーマンとかいるだろうし、まあ要はそのあのオフィス街に500円弁当とか売りに来てる感じ、まあそこは店でやってるんですよ、まあそういう感じで食べに買ってる本当 OL さんとかいっぱいいるんですよ。で僕は一人でもう閉店間際行っていいですかっつって、なんかお兄さんこれ食べるっつってタダでもらったりして、まあで僕もその立ち話でいろいろねヒアリングして、向こうもいっぱい喋ってくれて、あの今こうもちろんね、あの個人情報なんでそういろんなことは喋れないですけど、なんかすごいで清潔感もありね、飲食業なんでね、でまああの老害老害って言うけど、ああいう人めちゃくちゃあの大切なんですよね、その多分働いてる人も弁当だから、ああいう感じで社会がうまく成り立てばなって思ったんですよね。なんか偉そうにっていう思われるかもしれないですけど、多分そのお嫁さんというか娘さんは僕の親と同じぐらいで、おばあちゃんも結構高齢なんですよね。でなんかね、そのインスタでキャラ弁とかそのやってるような人はすごい美味しそうだったりするじゃないですか、まあそうああいうなんていうんですかね、多分それを売っても売れなくて、そのあのおばあちゃんとあれなんかね、フライパンももうなんかボロボロでオムライなんかいろいろ作ってくれるんですよ、その場でもね。そので決して量もめちゃくちゃ多くないし、まあ普通のっていうかね、普通に美味しいっていうか、めちゃくちゃうまいってわけじゃないんですよ。でまあ安いって安いけど、コンビニよりちょっと安いぐらいなので、なんかあれすごいなと思ってね、なんか、あの、会社の雰囲気がいいっていう会社ってやっぱ儲かるような気がするし、お客さんも気持ちがいいし、なんか数字とかじゃないような気がするんですよね。あの値段設定も、店の人はどう決めてるのかわかんないですけど、周りの弁当屋さんとかお掃除屋さんめちゃくちゃいっぱいあるんですよ、うちの近所。もう皆さんのそのレベルじゃないんですよ。もう本当東京って密集してるので、ビルもいっぱいあるし、飯食うとこもランチもいっぱいあるんですよ、うちの近所って。本当に徒歩30分15分か20分行けばもう本当に美味しくて、あの弁当屋があんなに並んでね、本当信じられないぐらい、僕気になって入ってみたんですけど、だいぶ前に、まあ普通だなと思って、だからなんかその家族とか家庭って本当大事なんだな、まあ、僕持ってないですよ、まあ、実家はあるけど僕独身なんで、なんか幸せなんだな、あれが幸福なのかなって思うんですよね。究極そうなのかなっていうね、いろんな形があるのであれなんですけどね、なんかちょっとこれどうしてもこれ喋りたくてね、まあまあだからなんだよって言われれば何なんですけど、そのやっぱりその娘姑とかね、娘婿とかの母親の関係がまたその家族を作り、人間関係を作り、希薄になってるじゃないですか。それで離婚したりする人もいるし、どうなんでしょうね、本当にそればっかりは。わからないんでね、っていう話だったんですけど、まあいいんですけどね。お、あれですね、旅行支援制度始まったら値上げで支援の意味がないってね、なんか値上げしてるみたいですね、ホテルですね。僕もどっか東京都で行こうかなと思ってるんですけど、値上げしてんだ、そしたら割引しても結局元の値段ですもんね。
なんか年を取ると欲って本当なくなっていくんですよ。まあもちろんその女性に対する綺麗な人とかね、可愛い人を見たらわーって思うんだけど、何があれなんですかね。まあでもやっぱり友達とか家族って一番大事なのかもしれないですよ。僕ね本当性格あんま良くないんですよ。自分勝手だし、まあ結構周りも知ってるし、うちの両親も知ってるんですよ。僕の性格の問題さっていうか、こう葛藤的な僕個人主義なんで、家族も手を焼いている感じなんです。僕昔からなんですよ。別にまあ割と優等生肌ではあったけど、僕あんまり本当と部活もやってたけど、そんな友達、部活の友達も今もう連絡取ったやついない。まあネットで数人いますけどね。まああいつはなんか我が身内を行くっていう系だったんで、あんまり言われないし、いじめもなかったしね。まあその態度も傲慢だし、まあ本当心の中で人見知りしてんですよ。だけどこう街で会った人に話しかけたりするのは、まあもちろんその店員さんと客みたいなだと、注文の時になんかクレームじゃないですけど、その喋りかけて店の人と仲良くなったりとか、そういうのは得意っていうか、まあそのお金使ってるんだよね。別に基本的に、でもそのなんか、まあ飯食う、一緒に食えば仲良くなれるかなってなりますよね。飲みに行くとかね、基本的に一人でもいいので。で僕結構あの性格がいい人とか、僕優しいとかかっこいいとかかわいいとかもちろんあるんだけど、割と正直に言っちゃうんですよ。その年下だろうが年上だろうさ、頭良さそう偉かろうが、僕言っちゃうんで、あいつ何なんだよってよく陰で言われてるんです。僕小学校から言われてて、で別にやっぱビビ怖いけど、言った方がなんかね、あの人はああいう人だって言われた方が楽なんですよね。あの一人でこうなんか行動することが好きなので、割とまあなんかトレーニングとか陸上選手だったからって、トレーニングを計画してっていうか習慣してやると、なんかその遊びの誘いとかそういうのも邪魔なんですよね。そのだからその学生時代もそのみんなつるんでていたけど、何なんだよこいつらって思ったこと何回もあって、その合わねえなあっていうね。まあでもみんなそうだと思うんですけどね。あのそういうのありますよね。なんか興味関心って自分のその発見ですよね。僕なんか本当に勉強をしてきてないので、その今だとフランス文学だったり、まあその古い本、まあ読んでない本もあるんですけど、なんかメルカリとかヤフオクでアマゾンとかでも、そのちょっとこの頭の印象がこうなんとかっていうその著書名を言ったら、それを検索して、で安かったらその本を買って読むみたいなのが多分今一番の趣味なんですよ。飲みに行ったりもするし、友達もいますよ。カフェで僕仕事をするんですけど、割と渋谷とか原宿とか新宿とか表参道とかで、まあその一人でやれる居心地のいいカフェ行って、でもそこになんか モデル時代の知り合いの人とかのカフェいるんでにいますって言うと来てくれたりして、もうそれ男女もいるんですよ。女性もいたりとか、芸能の人とか、その割と僕一人っきりでいるんですよ基本的に。今日もこれから一人っきりでなんかちょっと作業するんですけど、仕事で、まあこちらからアプローチする時もあるんですよ。あの今度時間があったらご飯食べましょうねって、元会社の人後輩とかね、で元会社の後輩も転職して大手広告代理店行ったりとか、いわゆる本当ガーファレベルのとこ行った知り合いとかいたり、でまあそういう人って一回二人っきりで食事したことある人なんですけど、大概飯食いましょうって僕割と言うん でコミュニケーション能力あるって向こうは思ってるかもしれないですけどね。まあ
あんまないんですよ僕。ただ飯食うっていうか食い意地張ってるっていうのは結構割と得かもしれないですよね。そう、別におごったりも割り勘ですよ割と、年下でも。でまあおごったりする時もありますけどね、そのなんかそのやっぱ日本って東京特にうまい店とかカフェいい店とかいっぱいあるんですよ本当。名古屋もありますけど、名古屋の10倍ありますよね東京。だからそこは一人で行くとこが多いので、そうするとこう行きましょうって言えば、まあ嫌な人いないですよね多分。その僕と行った店をどう奥さんとか彼女を連れてくのかわかんないですけど、僕には興味なくその店には興味あるかもしれないので、そういう感じですよね。あとまあそのちょっと芸能界の話と、広告の話、一応広告だけちょっとだけいたのでですよね。あと学校教員のやつの教育の話とかもちょっとしたりとか、 IT 関連の話もちょっとできるので、まあそんな程度です。みんなもそれぞれあるじゃないですか。なんか生きてればなんかやってみているわけで、僕はだからその自分が無なので無知っていうのもあるし、だからその本当にその別に格好つけるわけじゃなくて、古着とか本当好きだし、僕いまだに本当にあの吉祥寺とか高円寺とか下北沢とか、まあ、新宿渋谷でも本当30分ぐらいあればバーって古着見行くんですよ。本当に一人で行くんですよ、いいおじさんで。本当にその本当にタイミング良ければトレーナーとか買ったりするんですよね。その安いんで、安いって言ってもユニクロよりは高いのかもしれないです。でもその見てるのが好きっていうか、その絵柄とかその国とかもタグによって違うんですよ。タグ見るのが面白いんですよ。製造とか、あと生地の素材とか、へーっていう感じですよね。だからそれ何なんだって。まあでもそのどこ行っても服屋さん、古着屋さんってあるので、ユニクロ行くよりね、古着屋行くのをおすすめしますよ。まあ、ちょっと臭いですけどね。で、別にその古着って、オタク系から、ロック系からね、そのカジュアル系から、ビジネス、例えばブルックスブラザーズっていうブランド僕結構好きだ、前好きだったんですよ。着てたんですけど、の、今ワイシャツとか意外と出回ってて、古いやつが。本当にそのフォーマルで着れる、まあそれでジーパンにシャツでさらっと着れるし、でこの間行った古着屋さんでは男の子ですよ、店員さんがそういう客暇だったんですよね、平日なんで昼間で。僕はねスタープレストっていうあのリーバイスのジーパンがあるんですけど、それを古くてこの間捨てちゃったっつってジーパンをちょっと見てたんですよ。ジーパンちょっともうなんか古いしカビ生えてるような古いのもあるんで、まあ買わなかったんですけど、そういう話をして、メルカリでも買ったりするんですよ僕みたいな、ヤフオクでも買ったりするんですよって言ったら、店員さんも暇なんですよね別に。僕が T シャツ1000円の買おうが買わないが彼の時給にとっては関係ないので、でお兄さんはいくつなんですかって言ったら、若い人でどういう服なんですかって言ったら、僕はまあそのデニムが詳しくてっていうね、靴はどんなの、ブーツはどんなの、ね、革靴とかも古いブランドあるんですけどあのポストマンシューズとか向こう昔履いてましたよとか、そのまあそんな感じですよ、リーガルのシューズもいい、最近いいですねとか、なんかまあほんとね勝手に喋っちゃえばいいんですよ。あので別にキャッチボールもしなくてもいいと思うんですよね。その意外とその情報をぶつけ合うみたいな会話が盛り上がったりするんですよ、男同士は特にですよね。そのでも聞いてるんですよ、あの受け、うんそうだよねとか言ってないんだけど、はいはいとか言ってないんだけど、ちゃんとインプットされてるんですよ。で僕割とそういう友達多いですよね。そのわーって喋るんですよ、お互いわーわーわーで、ちゃんと聞いてるんですよ、聞いてます。そういえばそう、ちょっと話がこう展開が、僕もねぐる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 こういろんな点と線を結ぶので会話の中で、
もっと詳しく聞いてって向こうが言う思ってても違う展開に行って、まあちょっと行かれてるんですかね。でもそれが楽しいと思ってくれる人が友達ですよね。なんかすごいのんびり屋さんで、なんていうんですかね、理屈っぽい人とはあんまり話せないんですよね。その昔からだから僕もともと友達があんまりいなかったんで、まあでも東京は割とそれでも本当に20代から30代から僕いますよ。本当20代前半、なんかその全然喋れますよ。別にそのアイドルとか僕詳しくないので、 TikTok とかやってないし、そういう話じゃなくてね、そのだから古着ってね結構いいっすよ。そのおじさんも着れる服だって古いから。でも若者もその高円寺下北、本当にいろんな種類があるんですよ。ユニクロも古着で今売ってますからね。そのだからなんつうの、老若男女が、まあおじいちゃんおばあちゃんはいないですけどね。そのでも着物とかも古着じゃないですか。着物古いやつ着てるし、だからまあその洋服の古着、こんだけその日本人はファッションが好きなので、本当ね僕ね世界で一番おしゃれなの日本人だとやっぱ思ってますよ。髪型もそうだし、古着ともコミュニケーション能力がない人は古着屋に一人で回ってください。で何でもいいから一着買って、で古着屋さん行けば店員さんがこれに合うトップスとあのアンダーっていうかね、下のボトムススラックスなのかジーパンなのか、太いやつなのか細いなのかスリムなのか、店員さんがねに聞くのいいですよ。僕ね結構聞いてますもん。だって若い子が多いので、古着屋すいませんこれ上着こう下だんだんどういうの合わせればいいですかねって言ったら店員さん喜んで、で古着って同じサイズ1個もないんですよ。だから試着するのがめんどくさいんだけど結構楽しいので、ファッションショーを1人でやれるみたいな感じですよね。ウエストが入らなかったら普通にするんですよ。足が太すぎたり遅すぎ、なのでそういうのもなんかいいっすよね。もちろんなんかスラックスは新品で、トップスだけ古着とかで、アウターだけ古着とかで何でもいいんですけど、なんか世界中、中国、韓国、日本、アメリカ、フランス、イタリア、いろんな世界中の古着があるので、それも面白いんですよ。グローバルになんかいろいろ見れるし、もちろんアジアで生産されたのもがほとんどですけどね、安いってやつ。ちょっといいものになるとやっぱり本当にフランス製とかイタリア製とか普通にいっぱいあるんで、スペイン、ポルトガル、ポルトガル製の服って僕結構いいの多いですよね。そのやっぱり今だとその人件費もかかるので、中国は多いんですけど、インドネシアとかね、アジアとか、そういうのもなんかね、インドネシアっていうか、インドネシアの人が作ってたんだってちょっと思いを馳せるんですよね。ロマンチストなのかな俺。で今日もね古着屋行くと思います。僕1日1軒ぐらい行ってるんで、新宿とか渋谷とかどっかね、っていうか服屋さんって絶対あるじゃないですか。僕ね行くんすよ、割と。本当に行けます。僕レディース売り場とかも一人で行けるんですよね。なんか、まあ、ちょっと変態っぽいですけど、僕大学時代ね大手デパートでバイトしたことあるんですよ、売り子として。だからそういうのもあるんですけど、ね、やっぱ好きなんでしょうね。でそんなおしゃれじゃないっすよ、ほんともっさいっすよ。古着なんてやっぱ汚いっすからね。汚いっていうか古いんで、まあいやすいませんということでした。はい、古い人、古着も大切にしましょうっていう話でした。よくわかんない、30分も喋っちゃった。それでは、雨で足元気をつけてくださいね。雨じゃない地域の人は、でも車とか自転車とか気をつけましょう。それではバイバイ。